はい、やってきました。N 版スタイルプラスネイチャーということでね。まあ知らない間にこんなの増えてましたよということですね。あんま僕はあの雑誌とか見ないんでで、わかんない。で、まあまあちょくちょくね、ホームページで見ていってるんですけども、まあ、今回こういうの出てたんで、ちょっと見ていこうかなと思います。これムービーがあるんですけど、これはまあもうご自分で見ていただくということでね。まあアウトドア寄りのデザインになったっていうことですね。ただ、このね、なぜカラー選択チョイスが、ね、どうかなと。このね、キャリーがついて白だとなんかね、軽バンというか商業車が走ってるみたいな、宅配行きますぜみたいな感じというね感じになっちゃうよね。なぜ白を選んだ。いや白悪くないですよ、悪くないんやけど、 このなんか中途半端なこういうステッカーとかがね、うん、この上のこのキャリーとかが余計にそれを際立たせるなという感じですね。いやちょっと待ってくれマジで、うん、景色はいい、うん、景色はいい。内容はねまた後で見るんですけど、とりあえずフロントグリルマットブラックピアノブラック調ということですね。まあ、普通は標準はここメッキ入ってますね。ホイールキャップですね。アルミホイールじゃないですよ。ホイールキャップがまああのブラックになりました。まあ、本当はここ黒じゃないですよね。でここもライセンスガーニッシュついてます。ブラック。ドアハンドルも黒ということですね。ミラーも黒ですね。標準はスタイルファンの場合はこう上がボディカラーで、この下が黒ですね。標準ということです。でまあドアを開けるとこのようこれいいですよね。まあ、茶色っぽいんですけど、どうやら色としての名前は茶色ではないですね。シートもこのカラー。これいらんな。で、インテリアがこうハンドル、ステアリングガーニッシュですね。どうもこれをね、カーキ色らしいですよね。カーキ色ってこんな色は自分の中では緑っぽい色かなと思う。シートもジャージとカーキとですね。これもエアコンのリングもカーキですね。インパネガーニッシュもカーキと。アッパーライニングですね。こちらもカーキてるということですね。はいですね。特装車のこれ概要ですね。まあ、見た目ということですね。まあ、ルーフキャリア、そうですね。まあ、標準装備はもう普通に同じ、スタイルファンと、まあ、今ファンっていう名前になったんですかね。昔はスタイルファンで、まあ、ファンと同じ装備がついていますよということです。ボディカラーがプラチナホワイトパールと、これソニックグレーパール、これいいですよね。で、ナイトホークブラックパール、これはまあ純正であるカラーですよね。これただね、こうアウトドア系にしたのになんでこの色のチョイスなのかなと、こう黒にこの内装のカラー合う？ちょっと疑問ですね。そのなんかホンダのね、そのカラーのラインナップがちょっと最近疑問なんで、価格が、185万と、186万かなというところですね。標準のスタイルファンの FF であれば173万ぐらいかな、10万アップということですね。とまあそんな感じなんですが、これがね標準のファンですね。標準というか標準仕様のファンですね。まあ、だからこのグリルがフロントグリル違います。ミラーもですね、これ値段の違いですね。185万と176万、まあ、L になるともっとお手頃かなというかね。ホイールキャップも違います。これがこれですね。だこれぐらい違いますよですね。まあそんなにですね、そんなに変わらないんですけどね。値段だからプラス10万をどう見るかですね。はい。で純正に関して言えばフロントグリルがこれ、ね、ブラックは23,000円、結構高いですね。でドアミラーカバーが8,800円、まあ1万円ですね。これでもう3万ちょっとですね。これはないですね。これリアライセンスガーニッシュね、これも8,000円、これ4万円ですね今ね。でホイールキャップは黒がない、黒あった、高キャップですよ。22,000円しますね。もう今まで6万円ぐらいですね。まあオプションでこれつけても、あの内装のそのまあシートの生地だったりとかカラーはこれはオプションにはないので、まあ、そこですかね。このオプションのこのここもうここですよ。こっちはね、まあなんとかオプションでもなんとかなります。まあ合計6万円ぐらいですけど、まあ僕はいらないですね正直そういうの別に全然気にしないんでいらないですね。パッと見まあ言ったら N 版可愛いじゃん、もうそこでもう満足で、で中が使いやすいかどうかなんでね。まあ これちょっと上がるかな、インテリアは。なのでね、その金額ですね、ここだから10万アップで、約10万アップで、ここが言うたらこっちの残りでいくと、オプションでね、ここを揃えたとしても、標準のファンで、こっ
ちにはならないので、これがだからプラス4万円と考えたら合計プラス10万で、そこの付加価値をどう見るかですね。まあ、このデカールはいやないでしょうってですけど、なのでこれはねやっぱ捨てがたい、捨てがたいというか、いいなとは思います。あとボディカラーがねちょっとね、白黒、まあグレーっていうかね、ちょっとくすんだブルーみたいな、あれだけっていうのもちょっと悲しい、もっとアウトドアに振ってほしかったなっていうのはあります。まあ、N 版としてのね機能は変わらないので、まあ、これ可愛いなと思ったらこれで選ぶのもいいかもしれないですね。特別使用者でね、まあ、もうちょっと外観で欲しかったかな、専用の装備が、まあ、中はやっぱりこれはいいですけどね。僕の場合はこれ、助手席は常に畳んでる、後席も下にも落として畳んでる、運転席は撥水の防水のシートカバーをかけているので見えてない。なのでまあまあ私としましては別に意味がないよね。ただそのデザインっていうのはね、人それぞれでいいと思う感性があるので、僕はいらないですけど、あこれ可愛いなと、これに決めたという方も絶対いらっしゃると思うんでね、そこら辺はもう好みですね。きり性能は変わらない。ただこれは特別使用車は多分、特別使用車はターボはないです。ミッションもないかな。 4WD の選択肢があるだけのはずです。だそこら辺もまあ選ぶ基準になるかなとは思います。で、もう一個ね、最近ね久々に見たんでとあるんですけど、こちらね、これファンなんですけど、ボディカラーがこれボタニカルグリーンっていうのを追加されてますね。はい、僕の乗ってる N 版はグリーンですけど、あれはまた違うグリーンなんですね。こっちはちょっと黒っぽいグリーンですね。はい、前のやつあるかな。これですね、以前のグリーン、ガーデングリーンっていうカラーで、これもねもう走ってないんで結構良かったなと思いますね。もうなんかこれ見ると、あ N 版だなーって思うんですよね。もしくはこう黄色もまあちょっとそれっぽいんですけど、この色もこれはね、これ走ってるの見たことない。ピーチブロッサム、これがガーデングリーンで、もう廃盤になりました。で今はこのボタニカルグリーンパールですね。全部パールが入ってるんですねこれ。はい、でまあ今年の秋に EV の N 版が出るので、こちらはまたね楽しみですよね。まあ、購入される方もいらっしゃると思うんですけれども、個人的には春過ぎぐらいに出るんかなって思ったら、まあ秋のようで、まあこれまたね、またそういう実車出ればまた、実際ね触ってみるのも乗ってみるのもですよね。まあ、ぜひですね、体感してもらって便利に使っていただけたらなと思います。さあ今回は N 版の特別使用車を見ていきました。それではまた、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。